ISO 1対1のトップ10の動き方。世界でトップのバスケットボールプログラムの一つであるプロセスバスケットボールの創設者であるオールドマンダルトンとして知られるトレメイン・ダルントンコーチによって作成されました。ムーブ1、基本的なリップスルー。ムーブ1は2つのステップに分けたので、学習プロセスはあなたにとって簡単です。ステップ1、この動きはバランスとボディコントロールです。ボールを受け取った時、すぐにトリプルスレッドポジションを取ります。使いたい軸足を使えるように、ボールをキャッチする時に両足で着地するようにしてください。ステップ2、リップ、トリプルスレッド、使用する軸足を選び、そしてディフェンダーを攻撃する時に、ピボットの反対側のボールをリッピングします。前に出ている足を狙うとディフェンダーの腰が回転し、リムでフィニッシュできる機会が与えられることを忘れないでください。後ろ足を狙うとディフェンダーがジャンプショップするため開きます。